ピッチは降り続いた雨でぬかるんでいます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの早野宏さんです。よろしくお願いします。どうもこんばんは、早野です。よろしくお願いします。エキシビジョンマッチをお送りいたします。 KCE Tokyo Culture de Nizio。 This program is brought to you by KCE Tokyo。 タイ対韓国、これが本日の対戦カードです。赤いユニフォームがピッチに姿を現しました。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはタイ、ホヤサク、ブッキア、ピバト、ピラク、クリサラ、ニース、ケニ、ミレト、ジマオン、ジャカルン、ソルキド。続いて韓国、チャ・ユソル、パル・ジェコム、チュ・ジェロン、チョ・セロン、キヌ・ドチュン、パス・ジンソ、キヌ・サンケル、セノル・キセオン、パル・ビュンジ、イ・ドングー、シン・ビュンゴ。試合開始です。画面に向かって左から右へ攻めるのがタイ、反対に右から左へ攻めるのが韓国。ピラク、ニース、ニレト、シュート。ワンツー、パスを回す。パス・ジンソ、さあここからどう攻める。イ・ドングー、コーナーキックです。助かりました。直接狙ってくるのか。ピバート、シュート。ゴル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 。さあもう一度見てみましょう。ピバート、チャンスを伺います。セノル・キセオン、ピバート、ピバート、おっと倒された。フリーキックを得ました。十分狙える位置ですか、早野さん。そうですね、彼なら期待していいかもしれません。ジマオン、これはコーナーキック。さあチャンス到来。ハイボールを競り合う。走り込んできた。さあここからどう攻める。放り込んできた。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。シュート、大きく前方にクリア。ピラ、おっとこれはイエローでしょう。これはちょっと危険なプレーでした。さあフリーキックです。パル・ジェコン、ケニ、センタリング、シュート。キーパー真正面。パスをつないで様子を伺います。ピバート、シュート。パス・ジンソ、中へ上げた。頭で合わせた。助かりました。おっと選手の交代が行われる模様です。さあどう攻めるのか。ピバート、
おっと、前半終了の笛です。リザーブの選手が体を動かしています。さあ、後半戦キックオフです。折り返す、ヘディング、これはゴールキック。ああ、間に合わなかった。しかし常に前へ前へとゴールへの意識の高さを感じさせてくれますよね。スルー、おやさん、シュート、これはゴールキック。全然ダメ。パス迅速、ヘニグランダーでヘッドで落として、おやさく放り込んできた。センタリング、空中戦、短くつないでいる。ディフェンダーも必死です。リース、おやさく、パスを回す。さあ、ここからどう攻める。リバート、チャ・ウソン、体を入れてきます。フリーキックを得ました。選手交代がありました。ハル・ギュンジ。さて、早野さん、このフリーキックはどうご覧になりますか？そうですね、得意のインフロントキックで来るかもしれませんね。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。ゴール前、前が空いた。おやさく、ファーポスト、敵に当たってしまった。大きくクリアしました。はい、さあ、このまま攻め上がれるか。はい、集中力が持続していますね。ユン・ヨンが、ジン・セグン、ドリブル突破、よくしのいだ。キム・サンケル、頭で合わせた。ポスト直撃、守りきった。同点のまま笛です。延長戦に突入します。延長戦前半キックオフです。ブッキー、ホヤサ、中へ放り込む、シュッ、ゴール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 、エクセレントゴール。これが勝利を呼び込む一撃だ。同点という名の安寧に戦いの女神が興味を失ったのでしょうか。そして長いホイッスルが試合終了を告げます。タイ、見事ゴールデンゴールで勝利を引き寄せました。さて、早野さん、試合を振り返っていかがでしたか？あの1点が両者の明暗を分けましたね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間です。解説は早野博さんを迎えてお送りしました。早野さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私、ジョン・カビラがお届けいたしました。フットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。KCE Tokyo Calcio di Nizio. This program was brought to you by KCE Tokyo.